あ、この中に動画職人さんいる？あの、動画職人さんに告知が一個あるんだけど、動画作ってる人に、あの、お伝えします。あの、YouTube に俺動画何本か上げてるんですけど、クリエイティブコモンズ登録してあるんで、自由に使ってください。あの、ニコ生から引っ張ってこないでください。YouTube のクリエイティブコモンズ使ってください。あの、著作権フリーに近いやつで、YouTube に上げてる動画って2つのライセンスを選べるんだけど、1個は、その、みんなのために自由に配りますよっていう。著作権は俺にあるんだけれども、その、映画をフリーコンテンツみたいに使っていいですよ。ただ商業的に使っちゃダメとかいろいろ YouTube 側があるんだけど、YouTube の中で転用ができるとか引用ができるって感じかな。例えば、俺の動画をもとに、俺の動画のミラーとかができるとか、その、俺の動画を素材に映画を作るとか、そういうことができるっていう。そう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 。そういう宣言をしてるの。動画にライセンスがついてんの。だから簡単に言うと、俺の YouTube の動画を引っ張ってきて、YouTube で小銭稼いでいいですよってこと。リンクじゃないの。フリー素材とはまた違くて、フリー素材って宣言しちゃうと、この動画キャプチャー勝手にやるじゃん。それはやめてっつってんの、今。YouTube に上げたやつをやってくださいっていう。素材提供ってことだね。リンクの場合はさ、違うんだよ。自分のコンテンツとして、ワゾの素材を使っていいって感じかな。どちらかっていうと。そのまま転用してもいいんだけど、例えば、和道の動画の中で、ここもうちょっとこういう風に俺だったら改良するな、尺が長いからここカットしたいなとかいう人いるじゃん。要は、プロ職人さん、動画の。だから、そういうことを自由にやっていい動画素材を提供。加工は禁止じゃない。加工 OK ってこと。加工をするための素材提供をしてんの。そうじゃなくて、あの、ニコ生の今の和道の姿はダメなんだけど、これを YouTube に上げるから、それを使ってってことなの。そういう感じ。うん。人より OK だったかな？ちょっと待って。確か OK なはず。うん。俺、OK なはずなの。ちょっと調べようか。一応稼いでいいよとは言ってるの。ちょっと待って。調べる。商用利用は、読み上げますね。クリエイティブコモンズのライセンスは、コンテンツ制作者が他社に作品の使用を許可するための標準的な一般の方法です。YouTube では自分の動画にクリエイティブコモンズの CC by ライセンスを適用することができます。要は俺これをやったのね。このライセンスが適用された動画は、他の YouTube ユーザーが YouTube 動画エディターを使って、そのユーザーの動画内で使用することができる。商用利用も可能です。つまり、YouTube から YouTube に編集できるってことね。で、それで稼いでもらっても OK ですよっていうのを俺が公開したから、YouTube の動画に関しては、その、商標利用 OK です。はい。だから稼いでください。で、なんでこれをやってるかっていうと、一応、この人は和道ですよっていう、その、クリエイティブコモンズマークが出るから、その、なんつうの？なんつうの、この人が元データなんですよっていうのを勝手にリンクが貼られるんですよ。それがいいんだよね。和道で稼ぐ動画セミナーを開催してほしい。T さんに。うん。そう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 、通常配信の動画は使わないでくださいってこと、そういうことね。
それなんで嫌だかっていうと、許可も取らないし、誰が上げてんのかもわかんないから、気分悪いじゃん。ぶっちゃけな話。一生懸命やってんのに。別に稼ぐことはいいことだから、俺で勝手に稼ぎまくってほしいんだけど、だけど、一声かけないやつって礼儀知らずだと思わない。チャンネルにリンク貼るのもいいんだよ。ただ、例えば、俺が闇将軍と、俺が闇将軍ディスってる動画が1。闇将軍が俺のことディスってる動画が2。じゃあ、3回目に俺と闇将軍が喧嘩になったとするんだ。ニコ生上で。で、それが3。この3つ、2つ目は闇将軍のやつをキャプってたと。ただ、こっちとこっちの動画使いたいと。その3つの動画を5分にまとめたいと。そういうことをクリエイティブコモンズでやっていいですよって、俺の方は言ってる。だから闇将軍は闇将軍に聞いてって感じ。うん。C の概念まだ知らない発展途上国が多いですよ。中国のことですね。だからそういうことだね。208個目さんに関して言うなら。そういうこともできるっていう。そう。こんな感じ。ただ、著作権と肖像権に関しては、しっかりやるのがいいと思う。うん。だってさ、勝手にさ、動画を撮ってさ、勝手にやるっていうのは、ファンかもしれないけど、すごい大事なことかもしれないけど、それって礼儀がないじゃん、やっぱり。リスペクトがないじゃん。ただ金稼ぎてだけの道具にしか見えなかったら嫌だから、やっぱ好きな人にも稼いでもらいたいから、和道リスナーの。俺、和道が好きだから和道の動画使いたいんだよね、って。うん。そういう人に優先的に稼いでもらいたい。あ、まあそうだろうね、うん。でもさ、それは最低限のマナーだと思うよ。はい、若津。だから別に稼いでくださいってやってるわけだから。まあいろんな考え方がいい。あるから、それはそれでいいと思うんだけど。いや、みどりさんはお願いしてる。動画を勝手にアップしてくれっていう風に言ってるの。だし、動画職人がいなくなったら募集してる。そうそうそう、人によって違うのよ。いるいる、専属って呼ばれてる人いるよ。いるいる、全然いる。いるいるいる。うなちゃんマンにはミラー職人もいるし、のりゆきさんに至ってはさ、本格的な動画職人もいるから、その、ちゃんと作る人。プロの多分人なんだろうけど。闇は勝手にやられてるね。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。